が2点とも大黒です。これまでほぼ一方的に攻められ続けていた栃木が PK を得て大黒です。栃木先制点入りました。43分です。4試合連続ゴール、ファール PK をもらった浜下のところにまず最初に行きました。ああ本当小針さん、フットボールってこういうもんですよね。そうですね、まあ甲府からすると前節も同じような流れなので、ね、はい、打開したいところですけども、栃木としてはね、まあよくしっかり、耐えた結果まずここでね1点取れたのは大きいですよね。はい、川田も今よく言ってたんですけどね。そうですね、はい、ボールに対しては反応はして対応してたんですけどね、やはり大黒選手のその